視聴者の皆様、こんにちは。今回は夫に趣味を謳歌していたら全否定して怒られてた、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。15年連れ添った夫に私の生きがいを全否定されてしまい、本当に腹が立っています。一体何があったの？生きがいって何よ？音楽の趣味です。私歌謡曲にここ数年ハマっていまして、とても充実した毎日を送っていたんです。それなのに、今になって夫にやめろって言われてしまったんです。本当に今更何？って話ですよね。確かにそう聞くと、何年も続けてきた趣味を今になって全否定されるのは悲しいね。旦那の言い分も気になるな。旦那は今までもそういうことあったの？モラハラ的要素があるとか？ここに来て急にです。今までは私の趣味に口出しすることは一切なく、かといって応援することもないって感じです。でも全否定されることは、今まで一度もありませんでした。とても平和主義な人なんです。そう聞くと、旦那が怪しいな。外に愛人でもできたんじゃない？それはないと信じたいです。娘と息子がいるので。とりあえず、今までの話を聞かせて。一致のことから教えて。はい。私は今37歳で主婦です。15歳の息子と、12歳の娘と夫の4人暮らしです。夫は中学校の音楽の教師をしており、私は週3で喫茶店のパートをしています。え、旦那さん、音楽の教師なの？それなのに一致の音楽の趣味を否定？それって意味がわからない。確かに。音楽に興味もない人が音楽を理解できないっていうのは理解できるけど、旦那さんは音楽の良さを知っているはず。そうですよね。おかしいですよね。私の趣味は夫の仕事から影響を受けたと言っても過言ではありません。文句を言うなら自分の仕事を全否定しているようなもんですよね。文句を言われる筋合いはこれっぽちもありません。旦那さん、急にどうしちゃったんだろうね。ただやめろって言ってきただけ？ご近所からもクレームが来ているからやめろの一点張りです。ご近所？ちょっと話が変わってきたぞ。一致の趣味ってどんな感じ？主に、音楽鑑賞とカラオケですね。3年ぐらい前から歌謡曲に興味を持ったんです。夫が家で次の授業の課題曲と言って家で音楽をかけたのがきっかけでした。その曲にすごく引き込まれてしまったんです。歌詞とかメロディーとかが素敵すぎて。ちなみに何の曲？テレサ10の時の流れに身を任せです。名曲だね。それを中学校の課題曲に選ぶなんていいセンスしてるね、旦那さん。そうですよね。私は今までそんなに音楽に興味がなくて、カラオケも数えるぐらいしか行ったことがなくて、学生時代、友人が少なかったというのもありますけど、20代前半で結婚して子供が生まれて、子育てが忙しくて趣味という趣味もなくて、だから、夫がリビングでかけた曲を聴いただけですごく胸が熱くなってしまい、子育ても落ち着いてきたし、ちょっと勉強しようかなって思ったんです。今は YouTube でいくらでも音楽探せますし、Amazon Music に入ったりして、とにかくたくさん聴きました。夫は仕事柄、家に高性能のスピーカーがあったので、とてもありがたかったです。パートがない日は一日中家で音楽を聴いて過ごしました。まさか、爆音で流したとか？いいえ、スナックに入った時と同じくらいの音量ですよ。常識の範囲内で楽しんでいます。それを一般的に爆音って言うんだよ。せめて一致が働いているカフェの店内と同じくらいの音量にしようよ。そんな流れているのかいないのかわからない音量だと、何も私の心に響きません。それにある程度大きい音でないと、家事をしながら聞いていたりもするので、部屋を移動しても聞こえておすすめですよ。それが近所迷惑だって言ってるの、常識ないの？常識はあります。私の夫は教師ですよ。普通の人より常識あります。この間も近所の人から同じように常識ないって言われましたけど、失礼しちゃいますよね。やっぱり、近所の人からクレーム来たのね。パートが休みの日は一日何時間くらい聞いてるの？夫が仕事に出かけてから帰るまで基本流しっぱなしです。大体私が生まれた80年代後半から90年代後半の曲をメドレー式で聴いています。何度聴いても飽きないんですよね。その時代の曲を聴いて歌詞を考えたりすると、その時代の背景とか見えて懐かしいんですよね。だからって爆音はいけないだろ。近所からクレーム来ているんだし、音量下げて聞けよ。でも大体クレームに来る人って、同じ子育て世代のままでいつも来る人は決まっているんで、私は気にしません。きっと子育てで疲れてイライラしているんでしょ？私にもそういう時代がありました。きっと、子育てを終えて趣味を謳歌している私に嫉妬しているんですよ。醜いですよね、嫉妬は。他の家庭からはクレーム来ないの？ちなみに一致の家ってマンション？音楽教師の家だから防音設備あるとか？ありませんよ。中学教師の夫とパートの私ですよ。そんなに裕福な家庭じゃありませんから。一応は一軒家ですが、建て売りの賃貸です。お隣さんとの距離がとても近いんですよ。
くしゃみの音も聞こえちゃうくらい。引っ越しするときに夫にピアノの練習をしたいから一部屋だけ防音設備にしたいって言われたけど断りました。お金もかかるし、ピアノの音って私あまり好きじゃないんですよね。夫はピアノは弾けますが、あくまでも伴奏できるくらいでプロではないので、ピアニストだったら許したかも。お隣さんちのくしゃみが聞こえるって相当近いね。それで爆音で歌謡曲流しまくるとか父が意外の何者でもない。私がそんなにうるさいって言うならこっちだって言ってやりますよ。数年前、両隣のお子さんがまだ幼稚園児くらいだったんですけど、毎日毎日家の前で三輪車の音とかかけっこする音とか、ボールの音とか、相当うるさかったんですよ。私の時は子供たちを公園に連れて行きました。今の人はそういう配慮がないんですよ。私も何度か文句言おうとしたけど、大人なので我慢しました。それなのに、今両隣の人は文句をしょっちゅう言ってくるんです。音を下げて、歌わないで、って。歌わないでってどういうこと？まさかイッチ、歌ってるの？ただ曲を流しているだけじゃなくて？そうなんですよ。言われるまで気がつかなかったんですけど、私歌ってたみたいです。しかも熱唱レベルですって、びっくりしちゃいました。でも仕方ないですよね。大好きな曲が流れてたら皆さんもついつい口ずさむでしょ？イッチの場合は口ずさむ程度じゃなくて熱唱レベルだから、本当に迷惑だよ。騒音おばさん。いや、熱唱おばさん。そのうちワイドショーに出そうだな。でも本当にやめた方がいいよ。私が自分の趣味を謳歌して何が悪いんですか？趣味は私の人生です。皆さんにも趣味はないんですか？あったとしても、人に迷惑をかけてないよ。それぐらいの配慮はしないと。私の趣味も迷惑かけていないと思います。だってクレームを言ってくるのは両隣だけですから、お向かいさんからは一度もクレーム出てません。むしろお向かいさんは若い人の曲ねって褒めてくれましたよ。まさか、お向かいさんってご老人？耳がかなり遠いんじゃないの？その通りです。よくわかりましたね。90近いご老人夫婦で優しい人です。私が懐かしいって思っている曲を、若い人の曲って言ってくれるんです。若く見られてちょっと恥ずかしいですね。もうアラフォーなんですけど。お向かいさんがご老人だったとはね。でもお向かいさんのお隣さんは？一致のお隣さんのお向かいさんよ。クレーム来ないの？片方は去年引っ越していかれてずっと空き家です。もう一方は子供のいない共働き夫婦で、うちの夫より早く家を出て遅く帰宅していますね。共働きって大変ですね。なるほどね。一番被害を受けているのはお隣さんってことか。気の毒に。どうしてですか？むしろいい曲をタダで聴かせてもらっているって思えないんですか？思わねえよ。一致の歌声が邪魔。ご主人が家にいる週末はどうしているの？あとご主人が連休の時とか。さすがに自粛してますよ。音楽鑑賞は。連休中は夫は部活の顧問でもあるので、半分は家にいませんね。でも私の音楽鑑賞の時間が削られていることに変わりはないのですが。お隣さんは毎週早く週末になれって思ってるんだろうな。でも自粛するってことはちょっとは迷惑行為って自覚してるってこと？夫は家族大好き人間なので、休みの日は朝からお出かけするんです。出かけなくても庭でバーベキューしたりしてます。付き合うこっちの身になってほしいですよ。まあ、大体は子供たちが夫の相手をしてくれているんで助かります。その間は私は新しい曲をダウンロードしたり動画編集したりしてますよ。動画編集って、今度は何？お隣さんが私が熱唱しているって教えてくれたでしょ？だから試しに動画を撮ってみたんです。本当に熱唱してました。せっかくの機会だし、動画に上げてみようかなって動画を投稿し始めたんです。あ、よかったらチャンネル登録してください。そこまでのめり込むんだな。ある意味すごいな。ありがとうございます。少しずつですが、再生回数も増えてきて、半年後には収入が見込めるかもしれません。そうしたらパートを辞めて専業になろうと思います。でもアラサーだし、ちょっと遅咲きですかね？人様に迷惑かけなければ好きにしたら？ところでそろそろ本題に戻らない？旦那に全否定されたんでしょ？あ、そうそう。それね、一致の騒音ぶりがバレたの？バレたっていい言い方じゃないですね。まあ、私の裏の活動を知られたってことです。お隣さんが夫にクレームをつけたんだそうです。夫は知らなかったからびっくりしていました。でも文句を言われる筋合いありません。家のことはちゃんとしていたので。音楽聴きながら家事してるって言ってたもんな。ボリュームさえ気をつければいい話じゃないの？ところで一致。密かに疑問だったんだけど、子供たちの反応は？夫さんが遅くに帰ってきても子供たちは、夕方から家にいるよね？最初の頃はうるさいとか宿題ができないとかたくさん文句言われましたよ。誰のおかげで大きくなったと思っているんでしょうね。まったくうちの子は。でも私が提案をしたらもう大喜びでしたよ。ママずっと音楽聴いてなよ。って。一体どんな提案をしたの？帰ってきたらずっとお部屋でゲームしていいよ。ってルールにしました。
ヘッドホンを与えて、そのヘッドホンも私のパート代から出してあげたんですよ。だから夫の稼ぎには影響ありません。子供たちは喜んで提案に乗ってくれて、毎日まっすぐに家に帰っては子供部屋に直行ですよ。宿題は？夕ご飯は？宿題は本人たちの意思に任せています。宿題って自発的にやらないと身につかないでしょ？夕ご飯は何度か趣味に夢中になってしまって、忘れてしまいました。でも気がついたら子供たちが、レンチンの冷凍食品を勝手に食べてくれていました。今の冷凍食品って栄養バランス取れるし、主食と副菜とメインが一緒になった定食風もあるから、本当に便利ですよね。だから私の仕事は冷凍食品のストックを切らさないことと夫の夕食の準備です。あと洗濯と掃除ぐらいでしょうか。でも洗濯機は乾燥機能付きのドラム型で掃除機はルンバです。今って働く主婦にとって便利な家電が増えましたよね。おいおい、育児放棄に足踏み入れているじゃん。よく今まで旦那にバレなかったな。気がつかないのは無理ないわ。家は家電のおかげでピカピカだし、子供たちは機嫌がいいし、子供たちも黙ってママに従えばゲーム三昧だから、パパにあえて言わなかったんでしょうね。賢い子供たちだな。確かに俺も一瞬母親がイッチみたいだったら、って思ってしまった。おい、冷静になって考えろよ。ヘッドホン外したら古い曲が鳴り響いている家だぞ。嫌だろ。でも、今回、次から次へと普段の暮らしぶりを夫に気がつかれてしまったんです。なんか面白そうだな。どんな風にバレたの？聞かせて聞かせて。すべてはある月曜日に起きました。それはこの前の月曜日で、まさに人生最悪の月曜日だと思っています。その日は月曜日でしたが、夫は勤め先の中学校が日曜日に運動会だったので、代休で月曜日休みでした。片や私は、パート先のカフェでその日、たまたまモーニング隊のスタッフが足りないからと珍しく早いシフトだったんです。カフェは6時半からオープンで、スタッフは6時には出勤しないといけません。うちの地域は燃えるゴミの日が月曜日と木曜日で、夫にゴミ捨てを頼んだんです。ゴミは6時からしか出してはいけないルールなので、そこで夫に冷凍食品の袋だらけのゴミ袋を見られてしまったんです。袋の中の8割が冷凍食品の袋だったので、毎晩の子供たちの夕食だからな。さらに不運は続きました。子供たちのそれぞれの学校から家に電話が来たんです。最近成績が落ちているし、宿題もしてこないって。それで昼に夫が子供たちを迎えに行き、子供たちが話してしまったんです。うまくごまかせば今までみたいな生活が送れるのに。そこまで知恵が回らなかったみたいですね。旦那教師だろ？子供たちの話を聞き出すのは得意だろ。そして次はお隣さんたちからの襲来ですよ。夫が家にいることに気がついて、両隣さんが夫に私のことを話したんです。そして最後は大家さんです。お隣さんが大家さんに余計なことを話したみたいで、注意してくださいって言われたんだそうです。夫は次から次へと知らないことをいろいろ言われて、相当戸惑ったみたいです。私が夕方パートから帰るとすごくカンカンで夜中まで怒られました。だろうな。とことん絞られるがよい。で、ちょっとは反省した？誰が反省するんですか？子供たち？夫？どう考えてもイッチだろ。え？私がですか？どうしてですか？むしろみんな私を悪者にして、夫も聞く耳持たないしすごく腹が立っているんです。どうして趣味に没頭してはいけないんですか？ちゃんとパートに行っているし、家事は夫にとって満足のいくものではないかもしれませんが、夫が気がつかなければみんな幸せだったんですよ。いやいや、それはイッチと子供たちだけだろ。ご近所さんはとっても不幸せよ。お隣さんのことは放っておけばいいんです。お隣さんもそのうち働きに出るでしょ？あと数年辛抱すればいいんですよ。ダメだ。この人何言っても伝わらない頭痛くなってきた。私も誰も味方になってくれないし、このスレでも私のことを否定するし頭が痛いです。どうして趣味を謳歌してはいけないんですか？どうしたら趣味に集中させてもらえるんですか？家事を完璧にしてほしいなら夫がすればいいんです。家事を全部私にさせようってのがおかしいんです。夫はやりたいように好きな仕事してるじゃない。好きなことが仕事になるって最高の趣味ですよね。夫だけずるいです。でも旦那は人様に迷惑かけてないだろ。そこなんですよね。夫は好きな音楽をどれだけ楽しんでも、どれだけ音を出しても、誰にも文句言われないんです。不公平だと思いませんか？いや、仕事だから。旦那も学校で苦労しているかもしれないだろ。決めつけるなよ。仕事って言うなら私も仕事になるかもしれませんよ。さっき言ってた例のチャンネル？そうです。そのチャンネルです。あ、いけない。今日配信する日でした。週に2回は配信するって決めているんです。すみません、編集が途中なので一旦抜けます。そう言ってイッチは勝手にスレを抜けました。正直スレミンはもう疲れたから戻ってこなくていいと思っています。さて、
気になる続きをどうぞ。こんばんは。先週音楽の趣味を夫に全否定された主婦です。おう、おかえり。久しぶりだな。一週間ぶり？動画配信に随分時間がかかったな。あの後、また夫に捕まって何日も喧嘩してました。実はご近所さんから夫にクレームが入るの、2回目なんです。夫としては1回目の時に散々注意したのに、全く聞かない私に相当頭に来ているみたいで。これってモラハラですよね？やっぱり。え？旦那さんはまともよ。それを言うならエッチがハラスメントじゃない？音楽ハラスメント。騒音ハラスメント、歌謡曲ハラスメント、爆音ハラスメントとも言うな。それで喧嘩が続いて仲直りしたの？夫が子供たちを連れて義実家に帰ってしまいました。この家も来週引き渡すんです。賃貸契約を解除するんですって。え、出て行っちゃったの？離婚するのか？夫に離婚したいって言われました。夫の職場でも私の趣味活動が問題になっているそうで、職場での立場が悪くなっているそうです。音楽教師の妻が音楽を冒涜しているんだからな。冒涜なんてしていません。私も夫と同様に音楽を愛しているんです。ただ手段が違うだけです。それで離婚に応じたの？まさか、嫌ですよ。子供たちと離れたくありません。だから夫に謝りました。とりあえず。とりあえずって、全く反省してないじゃない。こうでもしないと許してもらえないから、夫からいくつか条件を出されました。まず一つ目は歌謡曲を家で聴かないこと。聴くときはヘッドフォンで聴くこと。二つ目は子供たちにまともな食事を用意すること。三つ目は、引っ越しするときの代金を全部私が夫に返すことです。厳しすぎませんか？一つ目は完全に意地悪ですよね。人様の趣味を奪うなんて。二つ目はそろそろ娘も手伝うようになったので、娘に一通りの料理を教えればクリアかなと。音楽活動をやめたくないけど、夫に引っ越し代金を返さないといけないので、パートの時間を増やすことになります。そうしたら一時的に音楽活動は休止になるので夫は納得するでしょう。でも私のチャンネル、育ってきたのに休止なんて痛いです。痛すぎです。視聴者が離れたらどうしましょう。最後に生ライブでもやろうかと考えています。その心配はないぜ、イッチ。え？どうしてですか？俺、イッチのチャンネル見つけた。わ、本当ですか？ありがとうございます。ぜひチャンネル登録してください。どんなチャンネルだったの？結構人気？7人。何が7人？チャンネル登録者数7人。最高視聴回数32回。少な、どこが育っているの？確かにその数字だと視聴者が離れるとか心配いらないよね。何を言っているんですか？先月まで3人だったんですよ。1ヶ月で半分以上増えているんですよ。多分、切り抜きするためにチャンネル登録しているんだろ。切り抜き？どういうことですか？その登録者たちのチャンネルを覗くと、イッチのこと面白おかしく編集してる人いるよ。令和の騒音おばさんって。あ、私も今そのチャンネル見つけた。すごい、ちょっとバズってるね。視聴回数もうすぐ1万いくんじゃない？本家より切り抜きの方がバズっているじゃん。払いてー。それって私の作品を侮辱しているってことですか？最低です。その人たちを訴えたいです。訴えるのは自由だけど、やめとけ。裁判で負けるだろう。それに言っちゃ悪いけど、イッチの歌声ひどいよ。逆に作曲家とか歌手に訴えられるレベル。え？そんなにひどいの？後で切り抜きの方のリンク送って。ちょっと、私の方のチャンネルを見てください。登録してください。これから私はこのチャンネルでお金を稼いでこっちで食べていくんですから、聞いてます？その後、このスレはイッチの叫びをスルーして、イッチの切り抜きチャンネルで大盛り上がりするのでした。皆さんは今回の報告者についてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。